全世界のバンドリーマーのタミーダミーどうもこんにちは、ハルです。バンドリのことを知らない人あるある。いやまあ言っちゃえばただのあるある。おいハール、何やってんだよこれ。すごい早いじゃん。何これ記憶してんのこれ。え、これ流れてくるやつ記憶してんの、すげえなこれ。いやいや、そんな記憶とかしてねえよ、これ初見だもん。初見でこんなにも反応できるなんて。え、これ、え、もうそれは反射神経でやってるの。え、どういうことか、ちょっとよくわかんないんだけど。え、何これ。あ、フルコンしちまったぜ。バンドリを知らない友達がプレイ中に急に話しかけてきて、はえー、わらわらわら、記憶してんの、わらわらわら、バケモンじゃん、わらわらわら、と言ってくる。アンド、そんな知らない子に対してフルコンすると、俺すげーってちょっと生きる。よーある。いや、ちょっと聞きたいんだけどさ、お前がこの前やってたゲームってなんだっけ。え、あのゲーム、あれはね、ちょっと待って、言わないで。あ、確かね、あれはラブライブだった気がする。ラブライブとごっちゃになる。いや、じゃあなんだっけな。ガだった気がする。ガガルパンだっけ。いや、ちょっと違う。それはガールズ&パンツ、あの略称のことだよ。ガルパンと間違える。へえ、このバンドリガルパではいろんなバンドがあるんだね。へえ、え、ハールはちなみにどのバンドが好きなの？俺はな、アフロかな。アフロ？用語が通じない。当たり前っちゃ当たり前だが、勘違いが生まれることもある。え、ちなみにどの子が一番好きなの？ね、こいつ。あれ、エロゲだっけ。ちゃうわ、4歳から遊べるわ。エロゲだと勘違いされる。